皆さんこんばんは、ビーレジェンド柿谷です。ですね、今ちょっとトレーニング終わってですね、帰ってきたんですけれども、ですね、早速プロテインをビーレジェンド飲みたいと思うんですが、今夜も遅いということでですね、さっきね、ジムの中でプロテインウォーター、ビーレジェンドプロテインウォーターを飲んできたので、帰ってからさらにですね、ビーレジェンドカゼイン&ホエイをね飲みたいなと思います。カゼイン&ホエイは少しこうなんていうのかな、とろっとしたね感じなので、水をですね、通常だとだいたい 200cc ぐらいなんですが、今これ250ぐらいかな、 250cc ぐらい入れてあります。だいたい250から、僕はいつも250で飲むんですけれども、250から300ぐらいで飲んでもらうのがいいんじゃないかなと思います。ということで早速ね飲んでみたいと思います。この空気ね、ちょっと邪魔くさいかもしれないんですが、この空気をですね、こうビューッと押さえて抜いておいていただく方が保存としてはいいです。やはり空気とか水とかね、光とか、そういうものに触れるとですね、プロテインは、傷みますので、空気抜いてね保存しておいてもらうといいかなと思います。こんな感じでということで、シェイクするときもね、よくこのままガチャガチャっていっちゃう人が多いんですが、最初ね、こう洗濯機みたいにこうくるくると回します。回してで、回してですね、そこからシェイクすると、としていただくと、非常に、溶けがですね、いいです。で、よく間違ってですね、最初に、パウダーを入れて、でその上から水を入れる人もいるんですけれども、順番としては水、ドリンクが先で後からパウダーを入れます。これがポイントです、ね、はい、という感じで、ね、こんな感じで、はい、こんな感じで泡立ちもないですし、今日もいいです。ということで早速飲んでみたいと思います。いちごミルク風味です。非常に美味しいです。で、このビーレジェンドのうちのカゼインはですね、カゼイン&ホエイっていう名前の通り、ホエイが2でカゼインが8っていう形でですね、8対2の割合で、ミックスされておりますので、ちょっと待ってくださいね。うまい、うまい。でですね、8対2の割合でミックスされてますので、先にホエイが吸収されて、でその後で7時間くらいかけてね、カゼインが徐々に吸収されます、タイムリリースというんですけれども、だからビレジェンドカゼイン&ホエイは夜用っていう風にタイトルが、ね、夜用ってなってるんですけどね、はい、もちろん夜に限らずね、昼間でも飲んでもらっていいんですけれども、夜寝てる間栄養を吸収することができない、摂取することができないので、だから夜にこの吸収がゆっくりのカゼイン&ホエイを飲んでいただいて、で飲んだすぐはホエイがまず吸収されて、でその後カゼインが徐々にね長い時間かけて吸収してくれます。ということで、こういうね夜の時間には飲んでいただくものとして非常に優秀なものなので、夜寝るときはカゼイン&ホエイ、そしてトレーニングした直後にはビーレジェンド、もう僕の場合はプロテインウォーター、今ちょっと手元にないんですけど、ね、プロテインウォーター、あるいは、WPI、 あるいは通常のねビーレジェンドプロテインを飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。ということで皆さん、トレーニング頑張ってください。ビーレジェンドカゼインでした。